どうもこちらさんです。今日もバーサスフランスの解説をやっていこうと思います。んじゃあ見ていきましょう。テトリス戦ですね。このツモは開幕 DT 他 TSD と言おうとしたところだが、TSD を組みに行く。アイミノがあれば今 TSD パフェあったけど、アイミノがなかったんで TSD パフェは取れず。さあしっかり Z ウィンドウで先を見して2ライン消しからの3ライン消し。で、さらに、S ミノでここ T スピントリプルの先読みをしますね。さあ、どんどん先読みを駆使しつつ、うまい感じに火力を送っていく。3ライン消し、2ライン消し。で、ここも大ミノで先読みですね。大ミノで先読みでしっかり総裁外してから TSD 打っているが、フランス側も、バックトゥーバック付きの T スピンダブルで総裁やっててるんで問題なさそうだ。ビッビビビまでの、4連で、しっかり堀のルートを4連まで。で、ここも T ミノで先読みして、ちょっとエルミの置き場所に、ちょっとね、今のシャローグレイブっていう技で、T スピン2回確保したかったんだけど、シャローグレイブというか、まあダブルダガーか。ダブルダガーに、することもできたんだけど、ちょっと T ミノなかったんで、やめましたね。さあ、ダブルダガー組んでって、ちょっと S ミノの置き場所がなかったんで、今の上で T スピンダブルにしましたね。しかし、フランス側が T ミノでおそらくバックトゥーバックつけてからのテトリスを打ちたかったんだろうけど、それが間に合わずに刺さっていく。これはどうだったかな？ S ミノの置き場所がなかったけど、しっかり上で火力を作ったっていうのが良かったって感じですかね。まあ、その後、2ライン消しで妥協する形になってしまったけど、まあ、その時に火力を遅れていたので十分。さあ、これは、相手が、開幕グラっているところに4列連組んでって、フランスから T スピントリプル組んだけど、ちょっと今の下穴埋めたので、それは辛いか、厳しそうですね。しっかり、DT 連で、11連までだったかな ?11 連まで繋げて刺しに行きましたね。できれば、フランス側としては今の、まあ、下穴埋めずに T スピントリプル組んで、うまく火力を作れば、まだワンチャンありそうな形はあったけど。下穴埋めたんで、掘りが間に合わずに刺さっていきましたね。さあ、これはこちら1K。T スピンダブルからの、おっと、テトリスと言おうとしたが、T ミノの秘密でテトリス打てず、それに対してフランスはダブルダガーからの積み、これ強いんですよね、こういうの。こういうのがなぜ強いかっていうと、まあ、その、ダブルダガーのその、総裁分の火力が用意してあるので、相手から攻撃が来れば、総裁、T スピンで総裁できるし、火力が来なければ、左右に積み込むことによって、かなり火力、てか、ホリレンの目が見えると。ああいうの強いんですよね。だから T スピンダブルを組んどいて、まあ、いい地形に積み込むっていうのは普通に強い。と言おうとしてたが、こちら、10連までのホリルート繋ぎましたね、うまく。パッと見、今見た感じ、相当穴場な規定なんだけど、うまい感じのホリレンで10連まで繋いでいった。これは良かったが、J ミノと S ミノの置きミスが辛い。しっかりリカバリしていきたいところは、フランスが、どんどん火力を送ってますね。ピッ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 。ピッ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 送ってきて、総裁外しからの TSD。危ない。厳しいか ?J ミノ、T ミノ。いや、掘れそうだ。J ミノ、T ミノ、アイミノ。さあ、バックトゥーバック付き連の、連のテトリスなんで非常に強い。さあ、これは下穴が直列できているんで、ワンチャンてか、もう、逆転下までありますね、これ。しかし、なんだ、ちょっと考えすぎているぞ。今のは考えたのはおそらくなんだろうな。ホリレンを見ようとしたのか、ちょっと考えすぎて、大丈夫かこれ。危ないギリギリ。さあ、ホリのルートだが、T ミノ、L ミノ、Z ミノ、I ミノまでのホリレンのルート。しかし、それをしっかり受けられるとこを受けてからの、テトリスからの、T スピンダブルで刺さってしまいましたね。どうだったかな？今のホリレンのルート、さっきのワンチャン、もうちょいいい目あったかもしれないんだけど、ああいうの上部だから、まあ判断難しいっすね。さあ、俺今回は、開幕パフェ済み組んでたけど、下穴が良くて、自動的に T スピンになりましたね、今の。あ、今のは、まあ、稀にあるパターン。T スピンを作らずとも、下穴次第で、勝手に自動的に T スピンになるっていう、まあ結構ね。たまーにあるやつですね。美味しいけど。あれが、なると非常に、まあ、わざわざ T スピンね、作らなくてもなるんで、非常に美味しいですね。さあ、しっかりこれは、総裁外してからの TSD テトリス。で、T スピンダブルも総裁外してから3ライン消し。これは穴が強いぞ。テトリス
で、欄干で TSD からのテトリス。この欄干いいですね。単純に T スピンダブルの火力を作ってしまうと、次のアイミノの、その、削りが3ラインになっちゃうんですよね。なんで、あえて下穴を埋めて、欄干という技ですね。LJ でドネイトすることを、まあ、ああいう感じでドネイトにすることを、欄干っていう技なんだけど、それをうまく利用して、T スピンダブルからのテトリスをしっかり切って打ってったのは非常にいいプレイだったかな。フランス側もちょっとまあ、地形的にちょっと辛かったかな、多分。結構掘りにくそうな地形をしていたので、しっかり2発分の、瞬間火力のまとめ打ちが刺さったという感じですかね。まあ、この、今の一戦は、試合内容的には良かったかな。その前の、その前の試合は、若干掘り連で迷ってて、結果的にあまりいい掘りが見つけられずに、押し切られてしまったんで良くなかったけどね。最後は良かったですね。もう一つ見ていきましょう。これも開幕 TSD か DD4。TSD にしましたね。まあ、ここら辺は、まあ、割とどちらでもいい開幕なんで、気分で決めてることが多いかな、おそらく。さあ、ちょっとエスミノの置き場所困っている。それに対して、フランスがチドリ講師。チドリ講師と技で、T スピンダブル、T スピンダブルの予約をしている。さらに下穴も強いんで、これは、やばいか ?T ミノリ削って、フランスが相当積み込んでますね。めっちゃ積み込んでる。火力出そうだぞ。しかし、いや、ギリギリまで受け切ったか。TSD テトリスが、T スピンダブルが間に合わず刺さりましたね。まあ、間に合ったとしても、これはもう、ドネイトプラス、相手の火力で押し切られてそうな感じはあったかな。いや、でも T スピンダブルが間に合えば、まだ総裁分の火力的には間に合いそうだったか。しかし、フランス側がもう、積み込みの積み込みで、火力を保持してしっかり総裁外して刺しに来た。と言っていたが、今回は、エスミノの置きミス。エスミノの置きミスが痛い。さあ、その置きミスをしっかり逃さずに、こちら連の積み込み。さあ、フランスがまた千鳥講師で T スピンダブルから T スピンダブル組んでいきろ。これはちょっと間に合わずに刺さりますね。T ミノがちょっと遠かったんで、打ち切れてはいたけど、その後の地形が辛くて刺さりましたね。こちら12連までしっかり繋げて、相手のミスを見て刺していくと。まあ、ミスした時点で連の積み込みが成立しているので、その時点でまあ有利ですからね。さあ、TSD パフェ強い。さあ、2連パフェを狙っているが、しっかり、2ライン分の攻撃を送っているので、2連パフェはない。まあでも、パフェ取られたけど、こちらはまあ、比較的直通できているので、問題はなさそうですね。ビビビッピビビビッピまでの、3連までだったかな。で、こちら、総裁外して TSD から、ちょっとここで相手見て、これいいっすね。テトリス、TSD、テトリスの3連発攻撃。しかし、ギリギリ耐えてるか。J ミノで耐えて、T スピンダブル作って、テトリスで総裁間に合っていく。おー、フランスも耐えていますね、やはりね。さあ、テトリスまで耐え、しっかり打ち切って。今の3連発攻撃耐えてくるか。ちょっと刺さると思ったんだけど、しっかり総裁分の火力用意して、耐えたのはいい判断だった。そこで、さらに強気な SPSD だが、今の J ミノ回転入れもいいですね。キーミノが遠い時の、TSD の、まあ、リカバリールートなんだけど、ああいう風に LJ を回転させることによって、まあ、キーミノ1個で妥協することができるんですよね。今のフランス側のプレイだったけど。さあ、いまいち、決定打の火力を送れずに、ちょっと総裁外していきたいところだが、外してってテトリスからテトリス打ってるけど、おっとジェミノを気にしてしまう。フランスが堀のルートで、これ、ワンチャン不利になるかなと思ったところに、ミスしてくれたんで、なんとか。まだ5分ぐらいの状況ですかね。さあ、ここも欄干。欄干で T スピンシングルからテトリス。まあ、こういう使い方っすね。基本的に欄干の使い場所って、その T スピンシングルにしてからの、テトリス堀を狙う、まあ、テンプレというか、技なんで、本来の使い方はこんな感じですね。さあ、3ライン消しが、3ライン消しから、シンメトリパワーダブルミラーで刺しに行く。あ、ちょっと地味な攻撃だったが、フランスが地形辛そうだったんで、チョコマカ。まあ、チョコマカ攻撃が刺さったって感じですかね。さあ、DT 北見に行こうとしたが、これ、アイミノを置きミスしてしまう。T スピンシングルから、T スピンシングル。で、さらに先読みで、テトリスから T スピンダブル。まあ、リカバリ的には良かったですね。なんとか、しっかり火力作りながらリカバリしてって、耐えてっ
って、しかしフランス側の穴が直通で強いな。テトリス、テトリスからホリレンヌルトレ、Z ミノ、S ミノ、L ミノ、J ミノ、T ミノ。しかし、大ミノ2連発なんで、なんとかその後は繋がらず。さあ、こちらダブルダガー組んでいるが、どうだろう、これ。フランス側のちょっと連が繋がると危険ですね。こちらのミノの受けも悪いので。ピッ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 、7連までで、なんとか耐えて、TST 組みにいた。さあ、TST 打ち切ったけど、どうだろうこれ。お互いちょっと辛そうなんで、有利不利はどちらとも言えないですね。さあ、しかし、大きいミスしてしまって刺さっていく。これはまあ上部、お互いまあ上部だったんで、ミスした方が負けるって感じの試合でしたかね。一応 T スミシングル打てそうな地形だったけど、地名判定になってしまった感じだったか、今のフランス側の地形を見た感じだと。どうだったかな。これはまあ、初手置きミスしたから、かなり押し切られそうだったけど、リカバリーが良かったですね、その後の。しっかり全部先読みしつつ、効果力を送って、総裁分の火力をしっかり間に合わせていきながら、まあ、火力を送りながらね、やっぱりリカバリーするってこと重要なんで、ただ単にそのね、リカバリーしてると、火力でどんどん打ち切られて、刺されてしまうので、なんで、まあ、できるだけ、火力を作りながらリカバリーをしていくと。あ、もう一つ見ていきましょう。今日ちょっと時間長めになりそうかな。まあでも、まあそういう時もいいでしょう。今日はちょっと多めに見ていきましょうか。さあ、今回は、開幕 TSD で、フランス側が、アイミノのキミス。さあ、それを見て、まあ DK4 だったらしっかり連積み込みたかったけど、まあ開幕 TSD だったんで、そのまま順調に火力を送ってる感じですかね。さあ、J ミノにしたか。で、ここまで掘ってって、今の S ミノでちょっと下舐めたけど、できれば掘った方が良かったかな。火力重視にしたけど、掘った方が良かったですね、今のは。S ミノから、2ライン消し。しかしこれちょっと地形的に辛いですね。2連発攻撃送られて、2ライン消ししてるけど、やはり刺さってしまう。これはまあ今、プレイ見たけど、ちょっと掘るべきでしたね。なんでここを埋めて T スピンにしたんだろうっていう、今のちょっと反省点は、でかい。前にはね、やっぱり妥協してまあ掘りに行くのが無難なんで。さあ、今回も、DT4 の置きミスで、J ミノを突っ込もうとしたけど、J ミノで2ライン消しからの、T スピンにしましたね。まあ、今のは、J ミノを突っ込んで、テトリスにしてもいいし、ああいう風に T スピンダブルにしてもいいと。まあ、どちらでもいいって感じですかね。さあ、依然と地形が苦しい。なんとか積み込んで、受けを広くして、掘りに行きたいところだが、フランス側も総裁外しからの連が、しかしあまり繋がんなかったね、大丈夫か。総裁外しからの、あそこの連が結構繋がっていると危なそうだったけど、なんとかなった。さあ、テトリス側の総裁用意しながら、フランス側連積み込んで、これは強そうだ。大ミノ、Z ミノ、S ミノ、J ミノ、S ミノ、Z ミノ、J ミノ、I ミノなら強い。T スピンシングルつけど、刺されますね。あ、これはフラスがうまかったな。まあ、しっかりその、火力を送られても、テトリス分の総裁が用意されていたので、全然受けは広いですね。ただの4列じゃなくて、しっかり、テトリスなんでしかも、4ライン消しつつ、4ライン分の総裁の火力なんで、仮にまあ8ライン、8ライン攻撃なんていうのはないけど、8ライン送られたとしても、競り上がらずに、大丈夫な、受けの広さだった。おお、なるほど。フランスが今、S ミノ回転入れで T スピンダブルにしましたね。なかなか面白いリカバリー。からのホリネレンノルトレ、I ミノ、J ミノ、T ミノ、Z ミノまで。しかもその後の地形が強い。これは不利ですね。TSD から、しっかり総裁外していき、左右に積み込んで TSD からテトリス。そこに俺、I ミノの秘密してしまう。さあ、なんとかホリネレンノルトあるか ?L ミノ、T ミノ、L ミノまで掘ってって、いやー、ギリギリ。だけど、どうだ。フランス側置きミスしてるんでワンチャンあるか。J ミノ、S ミノまでホリレンで、しかし TSD が飛んでくる。この上部での TSD が強い。アイミノ超えたかったか、ちょっとアイミノが超えずに、TSD 送られて、おっと TSD 間に合った。なんとかなるか。J ミノ、おっと、しかし、バックトゥバック付きの、テトリスの攻撃が送られて刺さっ
ってしまいましたね。おっと、ストレートで捉えていく。Z ミのアイミノまでかな。次のネクストの、Z ミのプラスアイミノまで掘れれば、ワンチャンあったけど、まあ、それをしっかり間に合わせない火力を送っていきましたかね。さあ、ストレートで取られていく。どうだったかな、置きミスしてたからワンチャンありそうな感じはあったけど、まあ、プレイ的にはそこまで悪いプレイしてなかったからな。これは単純に相手の火力強かったって感じですかね。相手が上手かった感じでしょう。もう一つ見ていきましょうか、ラスト。今日はちょっと時間やっぱり長めになっちゃいそうだな。さあ、このツモは DT4。開幕、まあ、LJ は、ほぼ 100% DT4 組に行きますね。それに対し、フランス側が、開幕 TSE。しかし、JM の置きミス。さあ、この置きミスはしっかり見てますよ。さあ、DT4 組んでって、総裁外してからの DT4。からのホリレンヌートで、エルミの、で、レーン繋がった上での T スピンからの、アイミの J ミ、エルミの、Z ミの、これ、S ミの J ミの、Z ミの T ミの前に繋がりますね。めちゃくちゃレーンが繋がる。まあ、相手がこれ、まあ、置きミスしてたんで、そこを見てしっかり総裁外しからのホリレンのルートが強かったって感じですかね。さあ、フランス側はなんか不思議、中開け組んでるの？中開け組んでって繋がるか？こちらそれ見て積み込んでるが、J ミの、アイミの、エルミ、おっと、エルミの暴発でしたか。エルミの、S ミの、オウミのとちょっと連繋がりそうな地形ではあったけど、おそらく、エルミのがハードドロップ暴発していき、こちらの、まとめていた火力を打ち切って刺さったという感じですかね。さあ、こちらパフェ済み。フランス側が超螺旋。超螺旋という技で、LJ 回転入れからの T スピントリプルという、まあ、高度な技使ってきましたね。それに対して、こちら2連パフェ送ってるが、なんとか、フランス側耐えに行く。耐え上手いですね。しっかり耐え方、うまい。2ライン消しから、2ライン消し。しかし、これはさすがに、おっと、俺も、ISO。これはちょっとなんかお互い、遊んでる感じがありますね。T スピン ISO シングルを今打ちましたね、こちら。さあ、3ライン消しから、フランス側の耐えも、耐え方も非常にいい耐え方でしたね、これは。ピピピピ。S ミノで先読みして、TSD の確保。こちら、T スピントリプルからの TT アタックなんで強いぞ。左右にしっかり積み込んでから、TSD、T スピンダブル。まとめ打ちの攻撃が刺さりましたね。いや、こういうの本当に強いんだよな。その T スピンダブル、の、火力を予約してて、左右に積み込むことによって、さらにホリレンのルートが見れるので、総裁分の火力も用意されてありますからね。その、相手にどん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 火力を送られそうな地形じゃなければ、こういうのを積極的に狙ってもいいと思います。特にまあ、TD アタックなんで、D スピントリプルの火力があれば、大体の火力はまあ、総裁できるんでね。そういう風に、うまく立ち回ることは非常に重要。T スピンで、総裁、まあ、総裁ね、当てるって今言ったけど、まあ、相手がもちろん厳しい状況の場合は全然総裁外してからの、ホリレンのルートはいいんだけどね。相手がま、ミスしてなくて火力、まあ、比較的遅れそうな場合だったら、総裁当てつつ、ホリレンのルートで掘るって感じですかね。まあ、できるだけ平らに積みながら。平らに積むことがコツですね、ホリレンのルートの。はい、じゃあもうこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。